自分の国をね、あるいは我々と同じ国民をまず第一にジャパンファースト、国民第一主義、国家第一主義を訴えること、当たり前なんですよ。自分の国が一番、そうでしょ、当たり前でしょ。しかしその当たり前が今日本では極右だと、そんなものは、ね、許されない。外国人も日本人もみんな同じように生きていこうという多文化共生、この共生というのはあなたたちに押し付けるという意味の共生なんですよ。それがまかり通っているのが今の日本です。それを何とかしたいんです。移民1000万人、反日、外国、もうこればっかりなんですよ。小池百合子のどこが保守だよ。彼女は移民をね、移民1000万人受け入れを主張していたですね、自民党の国際人材なんたら会議というですね、そこの会長を務めておりました。鳥越候補、増田候補、論外です。こんなものは移民3000万とかね、仮に移民3000万人がね、日本に入ってきたらどうなります。3000万人ですよ。3000万人の外国人が日本にいる。そしてその3000万人というのは単体で3000万人、労働人口として3000万人なんです。ということは日本に入ってきたこの移民者たちは必ずね、必ず祖国から家族を呼び寄せるんですよ。そうした場合6000万あるいは9000万、これだけの外国人がこの日本に入ってきます。そして皆さんにお尋ねします。周り中全て外国人だらけになった時に、その外国人が日本の伝統文化、こういったものに敬意を表しますか、守ってくれますか。守るわけがないんですよ。そうだ、守るわけがない。絶対にこれは守るわけがないんです。そしていつも言っておりますけれども、天皇陛下も、悠仁親王殿下が、天皇陛下になられた時、天皇陛下をですね、この外国人たちが、移民系が敬ってくれますか。敬うわけがないんです。